日本一の軟式野球界の飛ばし屋決定戦、ドンティーキング2020全国大会。優勝者には10万円と Z ブラックキャノングレートが贈呈。そんな中、これはやばい、これはやばい。改めてロンティーキングとは、 M5 球をただただ遠くに飛ばすだけの個人競技。各地の予選を通過した猛者が大宮に集結。ちなみに使用するバットは、このロンティーキングをサポートしてくださる Z のブラックキャノングレートを使います。それではスタート。すごい追い風ですね。今日は追い風です。真っ赤ですよ。いいですね。やっぱりこれ全国大会まで行くと、皆さんスパイクで、あれありなんですか？もちろんですよ、スパイクで。スパイクあり、はい、スパイクあり。履けばよかったな。スパイクで。ゆうとさん、準備よろしいですか？はい、わかりました。じゃ早速、ロンティーキング2020全国大会第1人目、1球目のエントリーです。お願いします。おー、ファーストスイングからしっかりと当ててきました。はい、さあゆっくりいきましょうか。そうですね、じっくりと。おお、これは笑顔角度。おお、これは笑顔角度。これはいい角度。すげー飛んでるぞ。飛んでいる。おっと、転んだぞ。あと転んでる人がいる。おお、160m。自己新。桁出ました。いきなりです。ちょっとほっとしますね。これは先頭バッターやっぱね、緊張しますね。緊張するよ、これは。これはいいですね。さあ乗っていきましょう。4球目お願いします。おお、どうだ。いいですね。すごい飛んでる。おお、持ってこい。トップバッターゆうとさん、記録は 110m です。いきなりですよ。だいぶプレッシャーかけましたね。皆さんありがとうございます。素晴らしい。沢柳さんお願いします。ちなみに沢柳さん、日本ランク10位のドラコンプロです。ドラコンプロ、あー知ってる。ってか見ました。知っている。名前がどうしてもね、あの気になって。すごい。ちなみにライパチも興奮していた、このドラコンとはドライビングコンテストの略。ドライバーを使用し、その飛距離を競う競技のこと。大学まで野球を続けていたそうですが、その後はゴルフへ転身。生粋の飛ばし屋です。飛ばし屋ですか？集中してますか？ドラコは集中力必要なんですよ。そうですよ、はい、一瞬の集中で飛ばしますから。澤柳さん、ご準備はよろしいでしょうか？ OK です。わかりました。だいぶクローズで行くんですね。ではドラコンプロ澤柳さん、1球目どうぞ。おー、逆方向。えぐい。うわ、やばい。これはとんでもないぞ。澤柳さん、いや、言いたいだけ。116m です。いきなり。野球も飛ばす。全然野球も飛ばす。ゴルフで非常にゴルファー。さあ、3球目いきましょう。おー、スクッと。どこ行った？ぶれた。これは飛んでるぞ。110m 伸ばしてくる。これ110m ですか？110m です。素晴らしい。さあ、続いての挑戦者は自称モンスター澤田の弟、たくあんさん。屈強な体格です。ちなみになぜモンスター澤田の弟と言っているかというと、ずいぶん前に配信したこのモンスター澤田の2発にえらく感動したそうで、そこから憧れを強く抱くことになったたくあんさん。身長体格もそっくりのため、弟と言っても過言ではありませんね。その打球はもはやモンスター澤田を超える勢いでした。シビアなところです。常連の選手が自分のポイント角度が分かってる。トスの雰囲気が分かってますか？見るからに飛びそうです。初球
史上最強飛距離が早速飛び出す。これはやばい。これはやばい。これはやばいぞ。これはやばい。これはやばい。おいおいこの距離やばいです。138メートルが出ました。本当に？だいぶ行ってたぞ。俺人生歴代2位だぞ。ちなみに私が外野におりまして、この140メートル地点からしっかりと落下地点確認しましたが、間違いなく138メートルでございました。すごい。終わりましたよ。しかしまさかの高田の記録138メートルでございます。来ましたね、今年も前回の全国制覇をした。続いては前回チャンピオンのパックさん。去年の全国大会では124メートル、これ風がほぼない状況の中での記録になりましたが、優勝しております。ワンさんを追うにはこのパックさんか。パックさんよろしいですか。あれです。はい、お願いします。おー、いい弾道です。おー、でもいい弾道だね。いや、飛んでますよ。流した感じですけども探ってる、鳴らしてる、鳴らしてる、鳴らしてる。97メートルです。まず1球目は97メートルです。パックさん2球目お願いします。わあ、これも強いインパクトです。やはり138メートルは相当か。すごい追い風、ちょっと力んでいる様子。右になってきたか。パックさんその後思うように伸びず。あったおでした。前回の覇者、ここで知る。105メートルでございます。その後も予選を突破した猛者たちが138メートルを超えるべくバットを振りまくります。おお、いい打球がいったぞ。これも伸びてるぞ。しかし138メートルはやはり驚異の飛距離。高田社員飛びます。そして凄まじい距離を出しますが及ばない。伸びました。121メートル。すごい距離ですよね。ありがとうございます。そんな中、片桐選手が会場を沸かします。ボブ周りの力で7球目のチャレンジお願いします。よっしゃボブ、よっしゃボブ、ボブの力、バウンドまで行ってるぞ。逆ボブの力、これはあるぞ。これは最後の一球です。なんかあ、132メートル。決めてきた。ナイスイング。ああ、ご家族。ミノルマ。ラストです。はい、予選1位。おお。行ったことある。なんか応援団がいる。ミノルマンガールズがいる。なんていやらしいんだ。あ、女子の声援もありますね。なんていやらしい男だ。でも羨ましいぞ。第一球目どうぞ。うわあ、すごい野球だ。これは少しドライバーかかったが、ただ打ち方がすごい。110。110。110。すごい。
さあ2球目いきましょう。お願いします。あーこれだぞ、これは伸びてる。あーこれだぞ、これは伸びてる。あーいった、飛んでるぞ、これいったな。さあこれは121m。 伸ばしてきた。おっと、これはいいか、これは飛んでるぞ。記録が出そうだ。 124m。 じわじわ伸ばしてきております。最後の1球です、お願いします。どう、これは何メートルだ。これは期待できそうだ。125メートル。ナイススイングやった。ミノルマンさんも125メートルでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ミノルマンさんに大きな拍手をお願いします。ナイススイング。タイム第1位は138メートルのタクワンさんです。おめでとうございます。はい、バットと、はい、それから優勝者にだけ与えられるところ、ちょっとキモいです。ちょっと気持ち悪い。ちょっと暖かくなっちゃいました。あったかい10万円がすいません、ありがとうございます。はい、同点になります。第2位の、そうですね、リベンジ、リベンジだって。いやいや、というわけでロンティキング2020全国大会の結果はこのような形になりました。ちなみにこのように、まあ、全国大会まで来るととんでもない距離を叩き出すモンスターたちが多いんですけれども、私個人としては年々距離を伸ばしていく、あくまでも自分との戦いの競技だと思っております。なかなか世の中で自分に挑戦する大会っていうのは少ないですからね。こういうアマチュアスポーツの中でもそれぞれ参加をし切磋琢磨をしていくのもいいんではないんでしょうか。私は来年100メートル超えを果たそうと思います。はい、来ました。めっちゃ来やすいですね。書いてある、合わせると相当ハイセンスですよ。あ、縦面白い。あ、縦かっこいいですね。面白い。縦にしましょうか。縦にしましょう。本当にかっこいい。これいいですよね。めちゃくちゃキャッチャーできますね。